大覚寺は旧嵯峨御所大覚寺門跡といい、真言宗大覚寺派の本山で新教社教の根本道場、そして嵯峨天皇から始まる聖歌嵯峨御流の創始書です。平安時代、嵯峨天皇が離宮として建立します。当時天皇の信任の厚かった空海は離宮内に五大堂を建てました。そして天皇が崩御の後、離宮を改め大覚寺となります。鎌倉時代には郷田天皇がここで院政を行ったため、嵯峨御所と呼ばれました。このように皇室ゆかりの寺でもあり、代々法親王が住職となった門跡寺院です。皇室ゆかりの大覚寺は宮廷風の建築や皇室ゆかりの建物を移築されたものが多く見られます。江戸時代初期に御所より移築されたもので、式台玄関には加納永徳の豪華な金碧納彩画があります。小神殿は神殿の北側にあり、12の部屋を持つ書院造りです。上段の間は郷田上皇が院政を取った御座所で、お観の間と呼ばれています。各部屋には加納三楽などの襖絵や渡辺志功などの腰障子があります。黎明殿は昭和3年、時の総理大臣斎藤実が建てた日仏寺の本堂を移築。本尊は阿弥陀如来で、天井には花の絵が描かれています。勅府真行殿は大正14年に再建され、殿内には薬師如来が祀られ、嵯峨天皇をはじめ六天皇の社教が収められています。神殿は江戸時代、徳川秀忠の娘東福門和子が女院御所の神殿として使用していたものです。部屋の襖には加納三楽筆の牡丹の図など、桃山時代の金碧画が飾られています。前庭には左近の立ち花、右近の梅が配置されています。大覚寺では毎年11月に嵯峨菊展が行われます。嵯峨菊は嵯峨天皇の御を大沢の池の菊ヶ島に自生していた嵯峨独特の野菊です。境内にはさまざまな嵯峨菊を展示されています。嵯峨菊は一鉢三本の七五三仕立てで育成します。菊の高さは殿上から観賞によい約 1.8メートルに仕上げられます。花は先端が三輪、中ほどに五輪、下手に七輪と七五三に、葉は下の部を黄色、中ほどは緑、上の方は淡い緑と春夏秋冬を表します。花弁は平弁で、
54弁、長さ10センチが理想とされ、色は白が御所の雪、黄色は御所の秋、朱が御所に敷き、ピンクは御所の春と表現しているそうです。天井は刀や槍を振り上げられないように低く作られ、床はうぐいす張りとなっています。三重堂は大正天皇即位に建てられた享延殿を式の後賜ったもので、嵯峨天皇や親王、弘法大師の像が祀られています。明治4年、安井門跡蓮光院の御影堂を移築されたものです。内部には後水尾天皇の等身大の創業像を安置し、天井には花鳥などの鏡板と雲龍が描かれています。五大堂は大覚寺の本堂で、五大明王が祀られています。嵯峨天皇が天下太平、五穀豊穣を記念して建てられたもので、お堂は江戸時代に再建されました。堂内は写経道場ともなっています。月台からの中秋の名月は有名で、芭蕉も一句作っています。大沢の池は中国の洞庭湖を模して作られ、庭湖とも呼ばれ、周囲1キロの日本最古の庭園池です。池には天神島と菊ヶ島、また庭湖石があり、この2棟1石の配置は華道嵯峨御流の基本形となっています。勿来の滝は嵯峨院の庭園に設けられていた滝の跡で、平安中期にはすでに枯れていて、藤原公頭が訪れた時に和歌を歌っています。境内には約5000本の小さな風車があります。これは
佐賀利休建立1000年を記念して、心の安らぎをテーマに、風車に見えない思いを乗せて届くようにと設置されているのです。佐賀天皇が王様の池の小島に咲く菊を倒られ、花瓶に生けられて歌を詠まれたと言われています。自然や草木に対する慈しみの心が佐賀五流の生け花の始まりとされています。旧佐賀御所の大覚寺門跡は御所風の雰囲気が漂う中に佐賀菊に囲まれ一層華やかさを見せてくれているのです。